でそのものを人間が動かす、はい、じゃあ早く動かしたいんだったら、はい、マッチョなマッスルな人を連れてきてですね。なるほど、なんかまあちょっとナスカーっぽくなっちゃいますけど、アメリカのナスカーっぽくなってきましたけど、はい、まあ、例えばそんな人をじゃあ連れてきてすごいスピードで動かすと、うん、これも一つの手でしょう。そうですよね。しかし例えばその作業の精度確実性も求められますから、やはりこれは経験値の高い人間、うん、正確に動く人間、もう経験者ですよね、まあ、そういった人間を固めていきますから、やっぱりここの削りようっていうのは大変難しいんですね。じゃあもうある程度、はい、例えば、ホンダレーシングもそれから吉村も自分たちのファクトリーの中で、はい、もう綿密な計画と、はい、それから綿密なその設計した工具と、はい、いろんな動き方のシミュレートの中で来るだけのところはもう完全に来てるじゃないですか。まあ、例えばね、リアスタンドを、例えばリアスタンドを、はい、普通にまあ後ろのフックに引っ掛けるスタンド形状なんですけども、去年よりも効率よくリアのタイヤがスルスルとおのずから自ら入るような、そういう工夫はやはりピットを見てると、ね、されてきてるわけなんですよ。スルスルとタイヤの方から入っちゃう、おのずから自らね。これはもうあくまでもレギュレーションに乗っ取った中で、これはアイデアなんですよね。要するにエンジニアのアイデアの塊なんですけども、うん、そういったところで例えば100分の1秒でも冷たい、あとはもう一つはミスが出ないということですね。作業の精度を上げるといったこと、こういったところを詰めてきますけども、やっぱりあれだけの作業をするとなると決まってくるんですよ、うん、燃料を入れれば、ね、何秒かかかるだけですよ。結局その液体は変わらないから、さっきも言ったその質量は変わらないから、はい、どうしても絶対的にかかってしまう時間というのは削れない。そうなんです。あとはもう作業の方で何とかって言ってもどうせ人間がやるところだから効率を求めてっても限界がある。そうなんですよ。であとはやっぱ速く走るしかないじゃないですか。そうなんですよ。そこに来ますけども、とは言いましてもライダーもコース上で、ね、もう目いっぱい走ってますから、こんな暑い時にね、でもあれだけ転倒があると本当みんな目いっぱいギリギリ走ってんだろうなと、はい、だからこそ一つ間違ったらもうああなっちゃうんだっていうのが ね、はい、ねこの8体の面白いところなんですけどね、まあ、僕一気に喋ってますけどね。いやー、はい、でもね面白い話ですよ。そ う, いうそうですか、まあ、でもあの今秋吉康介選手が昨年は優勝を飾って、はい、今ちょっとあのイレギュラーのトラブルのピットインもあったりしたんですけども、そうですね、はい、おそらく転倒した時のですね何か後遺症で、オートバイっていうのは転倒した時にすごい振動が出るんですね。通常走ってる時には例えばエンジンの振動、そして車体の例えばホイールタイヤの振動しかありませんけども、転んだ時にはボディやステップそしてハンドルが路面に擦れますから、通常ない周波数をオートバイを受けることになるんですね。なるほど。そのことによって例えば規定のトルクでかかっているボルトやナットが緩んでしまうことがあるんですね。ですからおそらくその後それを走行を続けている間に、あどうしてもここはちょっと緩んできた、このままじゃ危ないと、まあ、分かりませんけどもそういった判断があっておそらくピットインしてきて締め付けトルクをもう一回確認した上で、再コースにしたんじゃないかと。なるほどね。そうか、いろいろありますね。いろいろありますね。いやだからやっぱ8体と面白いんですよね。まあ、前半の特にこのスプリントタイプのレース展開、はい、そしてこの、はい、やはり2時間3時間以降のですね、このいわゆる耐久レースの本当の流れの中に入ってきてますからね。これだけの本当まあ、1時間の、ね、かけるの8回のスプリントレースだからなんて、ね、言ってくれる人もいるんですけれども、やっぱりでもずっと流れていくとスプリントレースとは違ういろんなことがやっぱり出来事が耐久レースってあるんですよね。そうですね。やっぱりその難しさ、それは本当にさっきの例えば雨が降った時にね、入るか入れないか、これはもう本当に耐久レースの流れを考えればどこまで我慢できるか、どこまで自分が本当に調整できるかといったところなんですけども、まあ、加賀山選手の走りは本当に素晴らしいアグレッシブでしたよね。だからもったいないんですよね、いやだからこそファンがつくんですよね。なるほど、まあ、残念な転倒がありましたけれども、それでもやっぱりその彼はもう転んだ瞬間にね、やっぱりもう次起き上がることを考えてますよね。そうでした、そうでした。転んだ瞬間に彼の考えてることはもう起き上がることですよ、いかに早く起き上がってバイクに駆け寄って戻すか、ね、もうだから素晴らしかったですね。もうショックでなんかがっくりしてる場合じゃないんですよね。もうそんな時間はないですよね。ないですよね。でこれがまさにその耐久レースの中身なんですね。スプリントレースであれば自分が失敗してしまえばそれはもう自分の中で完結できることですよね。そうなんですよ。ところがこの8体というのはこの日にたどり着くまでに一体何人のスタッフが動いて、そしてペアの組むライダーとどれだけコミュニケーションを掴んで、そして実際にこのレースの日のためにどれだけ日本全国から世界各国からこのいわゆるジャーナリストの方が集まっていただいてレースを見に来てくれてるか、これを考えてしまうのがやっぱり耐久レースの僕はやっぱりその素晴らしいところだと思いますね。この8体さっきのそのね、諦めないというかすぐに転倒したら次のことを考えるというのはね、僕ね世界耐久選手権のあのねレギュラーチームを見ててもよく思う話で、そうですよね、何が何でもね
直すでしょ、はい、まあ、今も残念ながらあの TSR はもう直せないということでリタイアになってしまったんですけど、はい、何が何でも直す、であの直す時も特にフランスチームなんか効率性をいろいろ考えると、もう戻ってきたら高そうなパーツでも引っ張がすようにとにかくもうバラバラにするスピードまでなんか競ってるんじゃないかというぐらい、ね、ピットの作業で詰められるところは詰めようって、あの割り切り感っていうのが、そうですよね、でもパッとまた新車みたいに戻したら今度は何事もなかったかのように今度はライダーたちがまた走るという、そうですよね、絶対諦めずにチェッカー目指すっていうあの姿勢で、はい、あそこはやっぱり耐久のしか見られないところだと思うん で、ね、かつて90年代、80年代後半から90年代、うん、世界耐久選手権で、まあ、ホンダがチームが待ってる時に、ね、まあ、ギークロンっていう、まあ、メカニックは、まあ、ライオンヘアのメカニックといえばご存知の方も多いかと思うんですけども、金髪 の、まあ、あのすごいダイナミックな髪型のフランス人のメカニックなんですけど、はい、彼は当時、ホンダの耐久選手権で戦ってまして、メカニックとして、で8体の時に RVF がマフラーにおそらくあれクラックかなんか入ったんでしょうね、はい、ピットインしてきた時にチンチンに焼けたマフラー、素手で外してました。マジですか、はい、すごい人やなと思いましたよねまあ今もあの MotoGP クラスのテック3ヤマハのですね、まあ一流メカニックとして、はい、まあ、あの昨年この8体にも走りましたトスランドのメカニックとしてね、MotoGP の世界選手権大活躍してますけどもメカニックとして、まあ彼はもう素手で、普通だったら軍手するじゃないですか、軍手でも熱いですよ、ところがイレギュラーのピットインだったんですよ、そんなの手袋はめてる時間ないですよとりあえず行け、なんか割れてるぞ、取っちゃえ、ガー言えませんね、はい、普通考えたら、はい、とりあえず外せば次つきますから外さないと、いや、それそうですけど、はい、外さないと次つかないんで、まあ、それそうですけど、とりあえず取ってましたよね素手で、やっぱりね、あの辺のね、ですから耐久選手権世界シリーズを回ってるね、やっぱりメカニックそしてライダーのあの心意気っていうのはやっぱり見せつけられますよね、多分これ今ね戦ってる皆さんの中で忘れてない人ばっかりだと思いますけども、はい、なんかそういうのって今見えにくくなってる部分ってあるじゃないですか、はいはい、特にあの最近のね、いろいろな MotoGP なんかでも、はい、こういろいろなバイクの進化とか、はい、そういった部分でそのものっていう部分ばっかりが注目されてるかもしれませんけど、うん、実は関わってる男たちのその心意気っていうところはね、8時間の中で何か見つけてほしいですよね、やっぱりそうですよね、あの、本当にこのグランドスタンド前に座ってるお客様あたりでしたらね、各ピットの動きが見えると思うんですよね、そうですよ、ですからどこかね、誰か好きなチーム、メカニック、メカニックは分かりませんけど、まあ、例えばチーム、ライダー、そして例えば目の前のピットでもいいじゃないですか、そこの動きをずっと見ててください、本当にいろんなね、やっぱりその彼らなりの作戦を持ってね、もうトップチームからプライベートチームであっても、ね、これやっぱり大気の戦い方っていうのはね、やっぱ面白いものを見せてくれますよね。ね、まあ、これがやっぱりあの8体をずっとやっぱりね来ていただく本当にあの大好きバイク大好き、あっと1台転倒、あれ秋吉じゃないですか、秋吉転倒だ、ヘアピン転倒、ヘアピンで秋吉転倒です、吉村鈴木水井城も今ひょっとしてって僕思ったんですけど、やっぱり秋吉でした、ヘアピンで転倒、黄色いヘルメットが見えた、なんと時刻4時27分あと少しで残り3時間というところ、これ場所的にはブレーキングで入っていくところで、そうですね、あのリプレイがあるといいんですけども、おそらくターンインしてからのね、まあ、テントスリップダウンなのかな、あ、左のハンドルが折れてしまっています、左のハンドルが折れてしまいました、秋吉康介、今回この34番 の、 その秋吉君がライディングしている時のこの車に関して言うと、やっぱりその前半スタート直後のね、はい、まあ、フロント周りの安定感というのはちょっとその映像で見てましたよね、少し落ち着きがないかなと、で実際ピットの方でもフロントホーク、ステアリングステム、ハンドル周りのアッセンブリー用意してましたから、そうですね、ひょっとしたらそのフィーリング的にね、満足いくものに達してなかったのかなと、まあ、そういうふうにちょっと感じてしまいますよね、完璧に見えるその吉村、実は本当に小さなことを挙げ出したらキリがないほどいろんなトラブルは実は起きていたという話を僕も聞いたんですけど、はいはいはい、こうやっぱり相手がいるスポーツですから、はい、弱みを見せられないじゃないですか、そうですね、だからとにかく普通に振る舞っているんだけど、実はチームの中ではヒヤヒヤドキドキするようないろんな出来事がいっぱいあって、はい、それがなんかここへ来てバーッと全部出てしまったような、そうですよね、流れが変わってしまうんですね、はい、
ですから今回ちょっとこの車で言いますとね、まあ、例えばさっきのレインセッションの時はね、割とペースを上げれてきてましたよね。そうでしたよね。ですからひょっとしたら何かフィーリングあまりね好ましくないものがあって、うん、それが少しそのコースがスリッピーな時にあまりその症状出にくいですから、逆にちょっとうまく走れたのかもしれませんよね。裏を返すとそういう言い方ができるわけですね。ペースが落ちて、しかもああいう、はい、いわゆるスリッピーなコンディションだから、はいはい、逆に